はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです、はい、今回はゆいちゃんのレッスンです、はい、場所はですね、赤坂にあるマイゴルフレンジさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、会員も募集しているそうなので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回のレッスンは左肘、はい、これの使い方についてですね、教えていただきたいと思うんですけど、これはちょっと私もあんまり聞いたことないかもしれないですね。なんかインパクトの時にバックスイングではあんまりそんなみんな気にしないかもしれないけど、インパクト以降っていうか、インパクトの使い方の後ね、とか、ちょっと気になる、気になるなと思う人はぜひ。これ気になりますよ。私もめっちゃ下手よ。大丈夫、気になります。はい、ということでゆい先生、左肘の使い方よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまず左肘、はい、バックスイング取ってから、大丈夫です、バックスイング取ります。はい、でインパクトの時にこうなっちゃうんですよ。あ、肘が外側にね、はい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 、あ、でもハンドファーストを意識しすぎて、左肘が抜けすぎちゃう人とか、インパクトの時に力みすぎてってなっちゃう人が、左肘の使い方がちょっとこう危うので、基本的にはバックスイング通ってからこの状態のまま、左肘はこうなっていく。はい、これ不正解。はい、これもして、これが折りたたむ感じ。一番近いのはよくフリスビーを投げる感覚と一緒に、フリスビーにじゅんちゃんに向かって投げるときに、こうやって投げたりしない、これもしない、これが正解、フリスビーこうやって投げる、それと同じ、同じというか、まあ、似てる使い方、はい、で、まあ、じゃあ実際どうすんねやっていう話になるんだけど、そう、どうすんねや、そうそうそう、どうすんねやなんだけど、教えてくれ。まあ、まず基礎的に言うか、あの基礎的に言うか、一番簡単に分かりやすく言うと、左手1本で片手打ち、これが一番分かりやすくて、左手1本で片手打ちしようと思ったら、このインパクトの時にこうなると、もうボールにすら当たらなかったら今、変な打ち方にするとびっくりしちゃった。あ、当たんないね。終わりがさ、もう分かる、後ろから行くとこうなってる、正しい打ち方だと、下から終わりがなく、あ、なるほどね。これが実際打つと、おお。ちょっと正面から片手打ち取っていいですか、ね、ちょっと離れてもらえると嬉しいです。間違った方、目が間違ってる、あとは間違ってるね。そうそうそう、だから一本でやるとすごいめっちゃ変じゃない。変、同じ打ち方だと怖い。なるほど。どこを意識してやったらいいんでしょうか。なんかまずさっきやったみたいにフリスビー投げてみる、まず、で左肘の感覚を自分の中で持ってみるのと、これは完全に腕に力が入りすぎてると思う。力みすぎてアンショってなって、腕の力が強くなりすぎた結果、肘がこう外側にので左手1本で打つと結構本当難しい、重いから難しいし、クラブの重みを使ってこうしっかりやっていけるから、なるほどね。さっき言ったみたいにこう失敗した方、失敗した方ってか間違ってる打ち方だと、確かにこうすごい腕に力が弱いとこうやってできない。なるほどね。そもそもがちょっと力抜いて、そうそうそう、ここからボールを打つときにってこう自分の力で打つんじゃなくて、クラブの重みでこうしっかり振れるように、もうだからこうね、早く振ろうと思わない、
ゆっくりゆっくりグラブの重さを使ってしっかりやってみて。なるほど、はい、ぜひ練習場でね、はい、やってみてほしい。はい、ありがとうございます。はい、ということで片手でね、そう、左手1本で、左手1本で肘の使い方をゆう先生に教えていただきました。なかなかね、ちょっと重くて難しそうなんですけど、そうだね、逆にその、まあ、ピッチングとか9番とかで、うんうんうん、ピッチングとか9番とか短めのクラブで、うん、なるべくそのクラブの重みを感じながらゆっくり振っていくっていうのがポイントだったのかなと思いました。ぜひね、フリスビーこう、あとフリスビー、はい、じゃあフリスビーも皆さんやってみてください。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。